駅があるパリガリエに国際バスターミナルは、パリの東側郊外にあたるセーヌサンドニ県、ボビニー郡バニョレにある国際線長距離バス駅である。1993年に供用された欧州で、重要なバスターミナルの一つでもある。パリガリエに国際路線バス駅と訳されることもある。バスターミナル付近を通るパリ環状線と高速道路、A3 号線の終点のバニレモニン,ンターチェンジの、 すぐそばにあり、交通の便が良い。総面積は6000平方メートルを超え、オーシャンベルエアショッピングセンターの西側にあり、2階建ての建物の1階には、乗客のチェックインカウンター、改札口、出札窓口、問い合わせ窓口が、2階にはバス及びタクシーの乗降場所となっており、営業時間は6時から23時までとなっている。建物は、 イルドフランス地域圏の200カ所のバス停留所を運営している、イルドフランスモビリティが所有しているが、運営会社はユーロラインズで18カ所の乗降所がある。地下鉄3号線の東側の終点がリエニ駅と地下通路を通して直結されており、また駅からラットップバス路線網の76、102、122、221、318及び351系統が、 発着し、351系統で、シャルルドゴール空港と連絡している。出札窓口は、ユーロラインズの運営である。ありがとうございます。